が止まんない、へが出し切っちゃって、へ出ないわ、俺へしないもんだって。じゃあ何が出てんの。ん、何が、何が出てんのよ。何がさっきなんかプリ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 落としたけどこれ何その顔何そのよくわかんない、ほら架空の話をして。じゃあケツから出てるそれは何。ケツから何も出ないよ俺はケツから出んのはなんかあれだよ、マシュマロ違うよナマコ違うよ、もっとなんかポッキー、もっとなんかあれだよ、自然の恵み的なもんだ、自然がもたらす生理現象じゃん。自然にも使えるからね。うん、もう入ってない。なさせやもん。入る。え、もう入ってない。なんですぐ舌出したがるの。ケイちゃんに対抗してるでしょ。いや、そうです。何してんの。ケイちゃんの真似で。全然違うから、そんなしてないから勝手に盛らないで。どうしたの？何？しーちゃんどうしたの？俺に何かできることあんの？俺に何かできることあんの？あ、違う違う、ほら、ゆみちゃんが先になんか買い物してくれてた分と、うん、洋服だよ、ほら。洋服だ、いいよ、だから。なんでよ。これでしょ？あ、じんべい。3000人ぐらいのもんですよ。いや、プレゼントしたけど、それプレゼントした、プレゼントしたけど、それ太っ腹とこれ、それは3000円ぐらいでしょ。でもお揃いのやつでしょ、だから俺と。じゃあ、それ買ってあげるよ。何ですか、ありがとう。他のは3000円ぐらいでしょ。他の何ですか。じゃあ、お肉はじゃあ、みっちゃんが先に買い物行ってくれたら水とか、とか。ああ、ちゃんと帳簿にしてたわけ。帳簿見ればわかるよ。お肉、じゃあ、何分か。あ、5000円です。帳簿見て。ほらーだってそこにレシートあるから。まあいいよ、それは。うん、でも眠いからいい。パクちゃん、寝てやー、うん、みんな、うん。もう食べてないで。肉はこれだけ食べたいって言われたから。何すんの、お風呂帰ってきな、早く。今洗い物してたの。ありがとうね。
ダンスも完璧だな、みちろくんは。2個だからダースですもん、ちょっと食べないと、ちょっとさすがにちょっともう、さすがにちょっともう眠さの限界だし、ここはちょっとこれ食べとかないと、もうさすがにもう眠さもあれなんでね。何や、レーザー見えとくか、レーザー、ホタルの光とか星空みたいに見える。もうちょっとさすがにもうさすがにちょっともう寝なきゃいけないし、明日も朝早いですから、もうここはもうちょっとこれも食べないと、これはこのいちごチョコ、さすがにもうこれはもう食べざるを得ないので、食べる理由として正当性があるんで。ムチロ君のことを鍵口言いまくって、ムチロ君のことを集団でいじめてる、ムチロ君の一般就労の田中高橋の駒がたくさんいる一般就労のところの女の個性は、ムチロ君がいるときに自分から話しかけるな、話しかけてきたときにそれを拡散しまきれ、話しかけるな、自分から挨拶もするんだ、話しかけるなみたいな感じの失礼をずっと受けてるんですよ。しーちゃんがもう少しでお風呂上がるから、ちょっとマルチンケース、今もう今日はもうだいぶ疲れてるし、糖尿病になるわ、もうこんなチョコレートいっぱい食べたらさ、健康になるよ、もう。
ちょっともう今日は食べなきゃいけないみたいだし。何何言ってんの？何が今もうほらだってもう眠さでおかしくなってるよ。紅茶メンチティスが好きなの。レザーのたまにいいね。レザーの。うん。男もお前たち、男たちってお前たち、うん。こういうなんか自分たちの癒されるなんかあるだろ。それ以外にも。こう癒されるどういう風な。巡り合いか分からないけど、そういう、そうだな、何かっていうとなんかショーンやムーツっていうかキャプテンファルコンのフィギュアとか星のカービィとかなんかピカチュウとかなんかそういうところのなんか癒されるのあるだろ。そういうののぬいぐるみ買ってこうやってちょっと何かって言ったのか、癒されるって気づくぞ、お前たち。騙されたと思っちゃう、やってみろ、みちろくんの人。そうなの？みんな。娘っ子どもがキモいキモいって言ったらしたら、もともとキモいわなんつって。どうせモテねえからいいんねやつって。お前なんてもともとモテへんからええんや、ピカチュウのぬいぐるみ抱いてるわ、癒されるわ、これええでこれ、なんて言いながらやればいいんだよ。女性票なんかもうええねえやつ。わかるだろ。みんな悲しいお前たちにもこの可愛らしい天使に続けるこのプリティキュートの道力のぞ。あんな俺もこのもう弱い34にもなってね、いろいろ経験してきてね、それでね、なんとなくの余地とかではないんだけども、アドバイスをするってことはな、お前たちがな、どれだけ入れ上げてたな、どんなに何が尽くして、密力の詐欺マンキャンペーンに参加して、ガンガンに密力のボールを傷つける方面で何やったってな、お前たちのことを真に慰めてくれたりだ、男の株を上げてくれたりなんてしてくんないってさ。それよりも、この密力の可愛いところを見て、お前たちがなんか、ね、実はこんな風に俺実は今ちょっとこんな風にちょっとふと思ったんだけどっていうことで密力に相談したら、密力もめちゃめちゃ普通にそういうのを真剣に聞いてくれちゃうからね。大丈夫かおい、ちょっと、うん、一回ちょっといろいろ新しくやった方がいいよつって、ピカチュウのぬいぐるみ買えつって、まずは
カチュウのぬいぐるみを買って強く抱きしめたいの。そのピカチュウのぬいぐるみを強く抱きしめたいの。じゃあ癒されるぞって言って、まずそこに気づくと。だから俺なりのアドバイスをちゃんとしてあげるから。いいね。にみたいなのに入れ上げて、俺のおちんちんとともに焦点みたいな感じのことを考えてないだよな。ミキオ君みたいなこのプリティでキュートの天使でしかないミキオ君の方にちょっとあの心を配ってみたことなんだい。そしたらミキオ君は答えてくれるかもしれないよ。女性に対して憧れをいろいろ持つね、向こうとして当然なんだけども、決してお肉とかそういうのが味として食べれないとか嫌いとかじゃないんですけど、お肉を食べるということで動物の命がなくなるとは言えないです。なんか本当なんか子供心みたいな話かもしれないですよね。ドラえもんのアニマルプラネットとか今も普通に森尾さん世代の声優さんの時の見てるんですけど、アニマルプラネットなんてみんな動物がその話出てきて動物が主役たちだから、なんか動物の肉食べながらアニマルプラネット見てたらなんかサイコパスみたいでしょ。最近ファイティングニモの、ファイティングドリー、あ、違う、ファインディングニモの独編のドリーを、3、4ヶ月ぐらい前に買ったんですけど、まだ見れてないんですよ。で、まあ、そういうのもあって、魚介類とか、まあ、食べなくなってたんで、もただ、なんか、魚介類とかって、食べながらなんかそのファインディングニモとか見てたら、それもなんかサイコパスみたいじゃないですか。だからそういうのもあります。うん、食べな。あっちで、え、こっちで食べな。暑いから、うん、こっちで食べな。こっちで調子いい。今日もうあと寝るだけなんで。私につけてついてたらいいですよ。うん。
好きなお店行った方がいいっす。あ、そっちも行ってんだったら平気だよ。いや俺寝るからさ、寝てたら、しんちゃん寝てたらもうこう来てって。あ、めんどくさいか、そんなの。持った。楽しい。ちゃんがいないよ。何かに悪そうだよね。やめしさ。めちゃめちゃ何かに悪そう。うんこも漏れそうだ。おしっこも漏れそうだ。鼻水が出っ放しです。鼻くそが溜まるし、吐くそも溜まるし、耳毛出るし、鼻毛も伸びるし、チンコが出たし、かわいさが溢れ返ってます。朝からの晩までずっとかわいいし、YouTube は今チャンネル登録者数が59万人で、今年と60万人。コーヒー飲みます。
しーちゃん、しーちゃん、カナダのバンドですね。アブリル・ラビーンのサポートバンドツアーで一緒にアブリルのサポートに回ってたことがあるバンドですね。セバスチャン好きなんですよ。アブリル・ラビーンのことも好きです。この場合はミキド君がファンだっていうのが大事ですよ。マイケル・ジャクソンだとしたら、まず踊りをもっと覚えなきゃダメなんですよ。ムーンウォークを覚えるぐらいにさ、ムーンウォークとかできるよね。前も話しましたが、テクニックなんだかあったりなんだかよくわからないところに行くみたいな世界観を三井君がやってるなら、マイケル・ジャクソンさんにね、 This is it でマイケル・ジャクソンを通して言えなくもしれないですけど、三井君の場合はあったりだかテクニックだかっていうのが生きてないんだよね。下手くそなところは下手くそ、テクニカル的な部分はテクニカル、そういうところは割と見なくて分かりやすいんじゃないでしょうか。はったりでやってるってところもないですね。また三つどこもどやるか。じゃあI don't know.
構踊りできるな、踊りできるやつだな、ダンスの得意みちろくんの髪型が、あるいはみちろくんの髪の毛がアレルギーみたいな、アレルギー反応が起こしてるみたいな感じで、みちろくんに悪口を言いたくなっちゃうような、うちさんたちがいると思う。キモいんだよ、キモいやろ、悪くなったら、坊主にでもしてるやみたいな。確かに、みちろくんの髪の毛アレルギーみたいな。眠いよ。もう結局今日も徹夜だ。もう一瞬もできなかったよ。結局さ、もう眠い、もう過労死するわ。もう全然休む時間ないよ。無職のニートの泥棒の詐欺師のペテン師のカッコイイ毒エクス毒さんたちが羨ましい限りだ。腰痛いわ。もう腰も足も痛い。もう腰も痛いし、足も痛いし、もうなんかもう腰も痛いし、もううんこも出そうな気がしてきた。もうなんか、うん、おしっこも漏れそうだ。もうなんどれ、なんか鼻水も出そうだし、もうなんかゲロしそうだ。ゲロ、頭も痛くなりそうだ。もうダメだ。もうこれもう血芸もボボになるわ。そりゃ賃金もなくなるわ。もうパブリス、パブリスだよ、パブリス、パブリス。寒くなってきた。今度は寒くなってきた。もう寒いよ。昨日ご飯食べるの遅かったから、昨日デザートも深夜回ってから食べたから、お腹はそこそこ満ちてるよ。お腹は別に減ってないよ。お腹も減ってないよ。もうまだ減ってないわ。もうこっち今ご飯食べたいって気持ちになれないよ。もうだから、俺も昨日あれはもう
一日動画の編集やって、それで昨日動画 YouTube 動画1本見て、それでそのまま徹夜でみんなで見たって、これでこれが一般就労で働いて、またクルーで8時間働いて、昼はトレーニングして、それで夕方になってようやく寝るんだよ。で、その明日また朝4時ぐらいに起きて、朝5時からまたクルーで働いて、で、昼ぐらいにまたトレーニングしてっていうことを繰り返して。無職のニートの泥棒の詐欺師のペテン師の東寺キャンペーンやってれば、みんなに助けてもらう、羨ましい限りですね。まあ、右回った左回った金庫から出されたまたね。いじめになる前の道郎くん、一般商で働いたら鍵口言いまくっている、なんか道郎くんに何もされてないのに、なんか道郎くんに何かされたいみたいな感じのことを吹かしている、嘘をついて陰でニダニダ言ってるような決まってる一般商ってこと。まあ確かにいじめみたいなもんだもん。精神疾患者をいたわるのではなく、陰でヘラヘラ笑い物にするガラクタ扱いにすることによって、自分たちは優れてる人間みたいな感じの話を進めて集まっている一般シールド先行にジャパニーズ。ねえしーちゃん、また後でね、しーちゃん。うん、視力よりも優れている優秀な一般的な、その頭のいい優れたその一般社会の人たちっていうのが、このように道力に満ちられていることを気づいていない。頭が悪いんでしょうか。障害者の道路君よりもそういうところまで頭が働かないんでしょうかね。知的障害者かなんかかな。うわ、今日の朝の空がまたすごい、ほらほら、お疲れ様でした。すごいでしょ、綺麗やなと思います。ほら、ね、あ、お前たちも変わるやく。もう向こうの朝日が綺麗だぞ。すごい。ほら、朝焼け。綺麗だね。お、猫だ。猫。あらす。あらす。猫、猫いますよ。何やってんの、何やってんの、ほらこのとこで。お疲れ様です。お疲れ様です。一回チームセルトで配信切ります。では
ツイートもするんで。今日はカシス。可愛い男、俺好きだよ。年下の小僧でも、ね、礼儀が正しくて可愛ければ、どっちかというと背を焼くタイプ。ご飯は食べなきゃいけないんで、先にご飯を食べてから。かなり僕は気に入ってるんで、っていうのはいちいちこうつけるタイプじゃなくて、こうかける型だから楽なんですね。わかるよね。こうやってこうやっていちいちこうこうつけなくていいから、
とりあえず飯を食ってご飯を食べて、それからギターを触ります。Bluetooth mode.何してる女なんて誰それ。スギちゃんの変顔とかよく真似するよ。スギちゃんは変顔するから。見てる。ああ、そうだ、この配信では見せてないもんね。でも貴様ら覗き見てるから知ってるだろ。見てる俺、こんなの。いいや、向かうよ、変顔。東京でまた5000人ぐらい感染だって。東京はめちゃめちゃ感染してんじゃん。また道広ウイルスが。コロナウイルスとはつまりこの道広のこれのこいつのそれがコロナウイルスで、そしてそれをその直接は言わないようにして、そのようにマインドしながらコロナウイルスが感染して、このクズ野郎の責任でみたいな感じで今東京やっとりまんねや。コロナウイルスの話だからまたね、コロナウイルスにかかっちゃうと大変だから、こっちにもウイルスが来ると大変だから殺菌しないと。洗濯物が先に畳みたいよ。方面が道力にブラジャーをつけてもらったよな。そしてカマ野郎だっつってバカにしながら笑い物にして楽しみたいな。道力にブラジャーをつけさせて、そしてカマ野郎気持ち悪いっつって道力のことを笑い物にするっていう楽しい時間が欲しいの。曇ってたけどね、やっぱ熱はあったから、暑さはあったから、やっぱ乾いてた、ね、さっきから降り始めたんだけど、昼過ぎまでは雨降ってなかったし。で、これ畳んで、ご飯食べてって言ってるところで、このしーちゃんのパンツが出てくる。これはお弁当のナプキンだから、フライ。おにぎりでも作るか。おにぎり。いや、ここはちょっとおにぎりでも作るか。しーちゃんの分。
米スイッチ押すの忘れてたな。よし、スイッチ押すの忘れてた。ちょっと時間かかるわ。配信開けるか。お腹すいちゃったもん。だってお腹すいちゃったよ。森の水だよりでも飲むから。超贅沢さんだな。森の水だよりも飲むし、サントリーも飲むし、朝日も飲むし、伊藤園も飲むし、キリンも飲むし、至れり尽の贅沢三昧だなって思う。やべえな。お米炊けるまで。僕は配信を切ります。どうもさ。そう食べます。いちごのやつ買っといたのがまだあった。
よ、ほらほらほら見てごらん、ほら梅。